ですね、なんといってもファイナルエディション最終モデルとなっております。そしてですね、川崎のライムグリーンを取った1台となっております。そしてですね、各所カスタムポイントもございますので、早速ですね、ご紹介させていただきます。まずフロント周りです。ビキニカールの大きな点灯傷割れ、こういったものもございません。綺麗な状態です。ウインカー等のステー折れ、レンズ割れなどもない状態となっております。フロントオークの大きなにじみや漏れ、もちろんございません。フロントフェンダーもですね、大きな点灯傷割れ、こういったものもない状態です。ゴールドホイールですね、こちらも大きなガリ傷曲がりない状態です。トリックスターさんのアスクルスライダー、そしてメッシュホースも装備しております。はい、エンジン周りです。はい、ヘッドガラのオイルにじみ等もない状態ですね。各所点灯傷、こういったものもない状態です。綺麗な状態ですね。エンジンガードも装備しております。マフラーはフルエキチタンのビートマフラーですね。後ほど音の方はご紹介させていただきます。はい、リア周りです。リアもですね、ゴールドホイール、ガリ傷と曲がり等もない状態となっております。サスペンションは純正サスペンションですね。こちらも大きな漏れなどはない状態です。はい、タイヤ溝前後ともにまだまだ残っている状態です。このままお使いいただけます。テール周りはフェンダーレスキックと組み込んでおりますので、すっきりとした仕上がりですね。反対側回っていただきまして、シートです。シート前後ろともに大きな切れや破れ、こういったものもちろんございません。ファイナルエディション特有のですね、シート柄という形になっております。とても綺麗な状態ですね。はい、タンク周りです。もちろん大きな点灯傷、へこみ等もございません。ファイナルエディションのロゴ入りとなっております。はい、ではタンク内ですね。はい、タンク内大きな錆負傷等はございません。はい、ではエンジンの方を始動していきます。メンテナンスの行き届いた状態の1台となっております。とてもおすすめの1台です。皆様のお問い合わせお待ちしております。